き火ストーリー小野田孝雄出演大川康樹目白駅から少し入った住宅街の昔風に言えば300坪ほどの敷地がある家で初老の男が一人焚き火をしている。杏の葉、楓の葉、桜の葉などほうきで集めて小さな山を作り、そっとマッチで火をつける。すると待っていたかのように落ち葉たちはメラメラと燃え上がる。親譲りの家に住み、さしたることもない人生を生きて、ついこの間秋の終わりにようやく次長の席に座った。それがどうやら会社すごろくの上がりのようだ。そんなことを考えながら燃え上がる炎を見つめている。落ち葉の山は燃えながら崩れ落ちて、傘こそかすかな音を立てる。その音を男は聞いたことがあると思った。あれは30代の終わり、ちょうど今頃雪吊りのような恋をして、人影もない夜も更けた六本木の公園で一人の女性を抱きしめて唇を合わせた。あの時、男の腕の中で女性のレインコートが傘こそ音を立てた。その音が今手のひらによみがえってくる。昨夜深夜テレビで映画を見た。妻が静かに立ち上がり寝室に去った後、男は和光のコンソメスープの缶詰を開けた。それを温めてマグカップで飲みながら、ゆっくりと古いフランス映画を見た。くたびれた初老のギャングが酒場でスコッチを飲みながら女につぶやく。俺だってもう一旗でかい仕事を。すると40代半ばの少し体の線が丸くなり始めた女が優しく言う。もうおやめなさい。もう。けれど男は結局銀行強盗を企てて失敗する。女はパリ北駅から国境の町リールに向かう。平原を走る列車のロングカットに FIN の
文字が重なる。男は焚き火を見つめている。俺だってとつぶやいてみる。俺だって会社すごろくは上がりかもしれないけれど、そうつぶやきながら月桂樹の枯葉を焚き火に投げ込む。炎が高く上がり、スパイスのある香りが立ち上る。どこかでキジバトの鳴く声がした。